ガブリから、ガブられた時から逃げる練習します。まずこうタックル行って相手がガブってくる。ガブるとこうやって万歳されちゃうんで、こっちの手はもう効かないですね。効くのはこっちの手だけなんで、まずはこっちの手で肘を押さえます。そしたら同じ方向の足を立てるんです。そしたらアームドラッグの要領で手を持ったら頭を抜きますよ。抜きます。簡単に抜けない時があるんで、裸とかかぶられて、もうこっちの手は完全に伸ばされた状態で、腹ばいになっちゃうとダメなんで、腹ばいにならないようにして、すぐにここの親指でこの骨を引っ掛けます。引っ掛けたら同じ方の足を立てる。で、手を手繰って頭を抜きながら、こっちのプレッシャーを解放して、で、自分がバックトレイ、この状態なんだけど、こっちの手は抜かないです。こっちの手を押さえて、曲げられたら、まずはすぐにこの骨のところを親指で引っ掛けます。で、同じ方の足を立って、手で手繰る、手で手繰る、頭抜きながら、で、バック取っていきます。もう一回いきましょう。面白かったね、今。Roll out of the way, roll out of the way, roll out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 . You gotta get in the way, screw us a little bit more, a little bit more. Get out, get out. You gonna start on mount next time. So you can turn diver.